大丈夫です。そこで、今日もやっていくんですけど、今日はね、この三銃士デッキをやっていこうかなと思います。で、この三銃士デッキ、このね、めっちゃ、結構ね、見た感じ、結構見たことない形かなって思うんですけど、このね、日本人の、エンドっていう、今いなくなった。エンドっていう人が、この人がね、今67位まで落ちてるんですけど、確か、世界4位か。3位か、そんくらいまで行ってて、その人が使ってたデッキですね。でこの人はもともと 30C 使いで、めちゃくちゃそのデッキを作るのが上手い人なんですけど、結構ね、いろんな、有能工場、アイゴレ、タルババ、ユキダマとかの、昔流行ったね、30C のテンプレとかも、この人が作ったって言われています。てな感じで、結構ね、今、この環境で世界4位、3位まで行けるっていう強いデッキだと思うので、結構グラチャでやっていこうかなと思います。まあね、これどう戦うのかわかんないんですけど、多分ムートとか、そこら辺でちょっかい出しつつ、あの堀で削っていきっていう感じですね。多分守りはもう、ゴブ折りとハンターだけでやっていくって感じですかね。はい、ってな感じで、とりあえず多分初手は、相手が本当にガン待ちだったら、ゴブ折りを自陣に置くか、ディガーを多分先に飛ばすか、ですかね。おっとおっと。これは30射落ちちゃっていいですね、全然。なんかをセパしてきて、縦線ぐらいだったら見守っていいですけど、アウトローとかザッピーとか、そんくらいのコストのものを割いてきたら、全然初手で合わせちゃっていいですね。めんどいな、これ。あ、やべえ！あ、まあまあまあ、合ってるか。これ、ハンターと今、持ったと思ったんや。まあまあまあ、これ、トルネの浅げな顔してるんで、とりあえず裏に飛ばしていき、はい。これ結構大ダメージいきそう。大丈夫か。こっち、誘導しとこう。で、これマスキーが打ってくれるんで、こっち向いて。はい。うまーい。これ、やべ、行くな、行くな、行くな。あー、行っちゃったー。とりあえずは、ホバ、あ、これホバ無視して、あれですね。多分エリないんで、ゴエリムート。こっちの方が多分刺さるんで。ナックあれ、ナックあれ。オッケーオッケーオッケー。あー、でもこれ。あー、めんど。まあまあ、ムートがね、働いて、多分カウンターされない程度ぐらいには。で、こっちホバ食らってるんで、ここはハンターとかで受けないで、許容するって感じですね。こっちは許容です。オッケーオッケー。で、もう一回、相手は今、手札に、キョス系があるので、とりあえず、ゴボリで様子を見ます。で、キョス系があって、あと、ちょ、待って、ミニペ、あ、はいはいはい。とりあえず、ディガーで釣っていき、もうこういうとこ別に全然、防衛ディガーしちゃっていいですね。ハンターは結構、守りのね、要のカードなんで、結構取っておきたいかなって感じがしますね。これコウモリですね、そうですね。で、ここら辺で多分、ケツキョスケぐらいしかやることないんで、30死します。で、多分、キョスケを合わせてくるんで、青を穴掘りかぶった。これ美味しい。で、多分、こっちの端前、そうですね。キョスケ合わせてくるんで、で、次、ミニペがないんで、多分、アイゴレムーとかめっちゃ刺さりますね。多分、これ、ホバぐらいしかないんで、ホバザッピーぐらいしかないんで、でこれもし足元にザッピー置いてきたら、タルババ転がします。目がないと、やば！ヤクザじゃん。とりあえず、ごぼうりをします。で、ごぼうりをし、とりあえず、タルババをし、これ、棒ポイでいいっすね。ちゃんと安全に。安全棒ポイで。よいしょ。で、これ逆サイ誘導していき、いや、うまっ！めちゃくちゃうまい。いいね。で、これで、次、ザッピーぐらいが多分相手の手札にあるんで、これ何回で守ってくるんで、30セーパーします。チュチュンと。やっていき、とりあえずね、こっちをガン攻めされるのが嫌なんで、で、こっち足前目がないって封鎖されるんですよね、多分。なんで、もう一回このごぼうりで守るサイクルを作り、どっち攻めたいかな、こっちかな。で、これハンターで潰します。これ延命します。はい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 。で、こっち目がないとか来るんで、これ、アイゴレと、あ、ムートしたいけど、まあ、いいかな。こんなもんで許してやるか。これ多分、防衛ディガーまで行かないといけないような気がするな。はい。うまいね。いいよ。で、これ、ごぼうり。で、守っていき、追いホバがワンチャン来るんで。おー、お前かい。これ、ぽいぽいで。いや、うまいよ。で、こっちサイドなら別になんかちょっと食らってもいい。ミニペの1、2発は。許容できますね。で、これもう一回相手の陣地入るんで、これね、ディガー飛ばしていき、30、こっちに多分メガナイトか、キョスケか来ると思うんですよね。はいはいはい。なんで、はいはいはい、はい、と。これでコウモリから縛いてもらい、
はいはいはい、いいですね。いいよ、いいよ。全然いい、全然いい。これは起動できます。で、これどっちかに挙助、多分こっちに挙助出して、で、今、メガナイトまだ回ってないんで、こっち攻めていきます。よいしょ。いいよ。めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい。これメガナイトぐらいしかない。はい、ポイズン。打っていき、コウモリとミニペ、ミニペ使ったんでコウモリしかないですね、今。で、これで穴掘りが来るだろうから、前と後ろずっと塞いで、じいじという感じで、まあまあまあ、こんな感じですね。結構今ギリギリになっちゃったんですけど、キョスケメガナイトっていうね、あとミニペですね。三重子を簡単に抑えれるカードが3枚ぐらいあったので、まあ、ちょっと相性悪かったんで、まあ、ギリギリになっちゃうシャーなしかなっていう感じはあるんですけど、まあ、やっぱ結構使い慣れてるカードってだけあって、割と慣れてる感じがしますね。ディガーのタイミングが難しいですね。やっぱその、陸系がちょっとなくなる時が多かったので、まあ、あと若干そのアイゴリ切った後のコウモリとかが、コウモリに対してハンターしかないんで、ハンターたまたま手札にいないとかだったら、割と鬱陶しいですね。ああいう逆サイ誘導をしたい時に、追いコウモリとか来ると、割とめんどくさかったですね。うん。なんで30ステッパーそれを合わせて、結構コウモリを処理していくって感じですかね。おー、なんか凄そうな名前の人来たな。とりあえず、まあ、ガン待ちまではいかなくても、様子見るぐらいはしたいですね。また40秒ぐらいまで待って、タルババ転がすって、おっと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 。まあ、これは言うて、ゴーリで全受け。全受けできるんで、これ大丈夫だよな、さすがに。リュウの年入っても。うえぇ、イカチイカチ。オッケーオッケー、これで歩かしていき、とりあえずこれで、相手ペッカなんで、ペッカ工場のテンプレかな。まあ普通に多いんでね。まあゴースト型か、ダクプリ型か分からないところ、多分これにケツに合わせてくると思うんですよね。このムートに。はいはいはい。ダクプリ型っすね。ワンチャンイメージしてもいいけど、サンゴが来るんで、これちょっと手札回します。はいはい。いや、めんど。これゴボリで体当たり受けします。オッケーオッケー、うまーい。オッケーオッケー、いいよ。でこれで相手はエレキとかを出したいはずなんですけど、これされると今工場というのとか使ったんですよ。結構若干だるいですね、これは。でワンチャンここに端前にダクプリを足してくるんで、はいはいはい、もう破棄っす。とりあえずハンター、多分エレキミリ残るんで、はい、おうおお、痛い痛い痛い。オッケーオッケー。で、これワンチャン端前言うのぐらいか。はいはい。お、工場が来る。これやばい。釣れるかな、ちゃんと。不安なんだけど。あ、過去先行してる。まあ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 。これでとりあえず抑えれるんで、まあ、不意打ち言うのだけ警戒して、今ね、あれですね、エレキいなくて、はいはいはい。これ、これペッカ間に合わない。エレキぐらいしかいないんで、はい、これつけて、多分エレキ頭に来るんで、うえぇ、来なかったー。まあ、で、ここで工場回ってるかな。とりあえずハンターで守って、もし工場が来たら、ゴボリ合わせていきます。OK。これでダクプリ受けつつ、工場も受けれるんで、もし言うの来たら、タルバを転がすか逆サイ誘導でしのげますね。まあ、若干ガゴとかコウモリとかがこのデッキめんどくさいですね。うん。まあ、この言うのは多分単体で来るんで、端前足すのペッカしかない。さすがにペッカ言うのはしてこない。ヤンキーなんで。はい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 。これ後ろに行かして、もう一枚カードを咲かしていき、三重子を二重子出していきます。チュチュチュンと。いいね。いいリズム、いいリズム。オッケー。これムートで結構削れるんでね。でもう一回、ここは守りのターンなんで、これを出していき、もう一回ね、相手ポイズン切ったんで、ムートが生きるんで、はい。ここで、ガイーンってやって、はい、これで、守っていき、これムート強でいいっすね。ムートじゃない、なんだっけ、あいつ。ユーノ。ユーノもユートも、ユートじゃねえや。はい、とりあえずこれでもう一回リズムを作るって感じですね。これ多分半分以上解けるんで、もう一回ハンターとムートで、やっていき、これは、オッケー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 、めっちゃいい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 。これ三重子出すターンが難しいな。これ後ろにやっていきたい。頼むから後ろ行ってくれ。お願いお願い。
あー、行かない。これ3が来るな。はい。オッケー。最高、最高。これ、ペッカースよりないはず。ないこと祈る。はい、ないですね。これ勝ちましたね。もう、これで3入りで穴掘り飛ばせば勝ちですね。はい。まあまあ、そんな感じで。割と相手のペッカがないターンで、今みたいに、防衛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 して、最後にね、ドンっていう感じで、もう、最後ワンパンで持ってった2000ぐらい、多分ね、見てなかったけど。てな感じで、結構強いデッキですね。なんか、あんまり俺、穴ポイとか使わないから、肌に合わないかなと思ったけど、結構使えますね。ただ、ポイズン、防衛ポイズンとか、その、空系が、若干なり、その逆に、ベビードラとかメガゴとかは、多分抑えやすいんですよね。その、アイゴレとか、ハンターがあるんで、いいんですけど、雪玉系がないんで、そのなんか、コウモリとかガゴを殺しきれるカードっていうのがね、若干少ないような気がしますね。はい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 と。これ何かな？でもラバー見たら、今ゴボリが多いので、ババぐらいかな。これただ単に流すのもったいないんですよね。いやだー！でもこれハンター多分追い焚きするユニットがないんで、これハンターでどっちも守っていけますね。はい。やばい、やばい、やばい、やばい。オッケー。これ多分、陸系、縦付けしかないマンなんで。はいはいはい。で、これ、タルババが来るマンなんで。はいはいはい。オッケーオッケー。いいよ。もう一発いこう。いい。このムートの、その、攻撃速度が1秒に、1.2 秒から1秒になったことによって、そのタワーと、攻撃速度が同じなんですよ。だからタワー一発受ける、タワーの攻撃一発受けるときに、毎回ムートが一発出すんで、最後のね、気合の一発もね、毎回入れてくれるんですよ。そう、死に際にね。それがね、結構でかいかなって思いますね。で、もう一回ゴボリが、あー、被った、最悪だー。しかも逆にすればよかったわ。ポイズンなんで、これやっちまってもいいかなと思うんですけどね、30時、地中順号。チュジュジュンをやってしまって、で、これ、ポイズン使って、多分追いベビドラぐらいしかできないんですよ。嘘。なー！食らいすぎじゃない？やばくない？それ。やばい、やばい、やばい。これやばい。マジでやばい。マジでやばい。やばーい！あー、死んだ。とりあえずこれで、まあ、こっちは182で呪文と、まあ、呪文かディガーか選べる圏内であるので、これ達人使ってゴブリンケージしかないはずなんで、ちょっとヤンキープレイします。ゴブリンケージが来るはず。はい。こいつから潰していけ。はい、オッケー。うますぎー。うますぎー。で、これを、一重子だけこっちに流して、多分ディガーがこっちに来るんですよ。そう、多分。Y のプラン的に来なかったら、多分どっちも折れないで中途半端で終わるので、はい。で、これ、ポイズン。来たけど、棒ポイをしていき、この次来る穴掘りをね、ちゃんと守る。うわー、めんどくせー、やばい。これ、あいつが生きてんのが良くない。OK? OK、OK? これで、おい、許しませんつって、これ、パンつって、はい、勝ちですね。まあ、これ、どうせポイズンでこっちも押してたんで、まあ言うて今おられても2時なんですけど守れたんで守ったって感じですね。ってことで、使っていったんですけど結構順調にグラチャで進んでいます。はい。って感じで今日この辺で終わるんですけど、ね、結構ね、使って、俺今回初めて使ったんですよ。そう、ただそのエンド自体のプレイを見てたんで、まあこういう感じかなーっていうのはね、若干わかってたんですけど、とはいえですね。とはいえで、結構、まあ、でも思ったより使いやすかったですね。やっぱムートが、その陸空系、ラバに対しても、なんだろう、より攻撃力が増したっていうか、さっきみたいにね、メガナイトとかキョスケが相手だったら、結構そのポイズンを30神使わせて、ムートとかハンターで芋ってカウンターでね、持っていけるし、割と、そうですね、ムートが生きる場面が非常に多かったかなって。ああいう立て付け切った場面でも、ヤンキームートでね、ぶち殺せるんで、おっとっとっと。ということで、とりあえずこんな感じですね。また、今日はね、ちょっと気合で2本出そうかなと思ってる。これからね、ドズさん、じゃあ、キョウキョウさん家で、ドズさんと、ヤキと、ラットとね、キョウキョウさんと、この5人で撮影するんですけどね、結構あちあちのね、コラボ動画いっぱい撮れると思うんで、ね、もう、今日日曜日なんですけど、火曜日にね、中国行っちゃうんですよ。で、中国なんか、その情報っていうかなんか規制、なんかなんだろう、
その情報規制がめちゃくちゃ多いらしくて、そのツイッターとかも1週間でなんか5000円ぐらい払わないと使えないとか、あとは LINE が使えないんで、その中国用のね、なんか WeChat っていう LINE もどきみたいなね、アプリをね、入れなきゃいけないらしいんで、結構いろいろね、なんか、危なそうなんですけど、あとね、なんかいろいろ、まあそう、中国って調べると、やっぱね、結構よからぬことがね、いっぱい出てくるんで、そのなんかスリが多いとか、空気が悪いとかね。まあね、もうね、本当にね、でも、それを含めても楽しみですね。俺、中国行ったことないんですよ。で、去年、そのゲーミーズが、その、こういう感じのね、大会に招待されてた時に、めちゃくちゃね、なんか楽しそうにしてて、めっちゃ羨ましかったんで、今年行けるのは本当嬉しいですね。まあ、てな感じで、まあ、中国行く前も、YouTube ね、上げれるか分かんないんですよね。そう。だから結構ため撮りをね、気合い入れてやっていこうかなと思うんで、ぜひ、楽しみにしてください。ということで、今日編で終わります。ご視聴ありがとうございました。